はい、こんにちは、レトスノーノです。それでは12月24日の3問に入ります。A が A の被用者 B の行為につき C に使用者責任を負う場合は、C の B に対する損害賠償請求権が消滅事項にかかった場合、A は事項を援用することにより、C に対する損害賠償義務が消滅する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、×ですね。A が使用者で B が被用者。A が会社で B が従業員といったイメージですね。で、C が被害者という状況です。で、使用者責任が認められる場合、被用者と使用者の損害賠償責任は連帯債務の関係にあるんですね。つまり、被用者も使用者も被害者に対して全額の損害賠償義務を負うんですよ。で、たとえ一方が消滅事項にかかったとしても、それによって他方の債務は事項によって消滅はしません。つまり、C の B に対する損害賠償請求権、これが消滅したとしても、つまり B さんの債務がなくなったと、事項によってなくなったとしても、A さんの債務は事項によってなくなるってことはないんですね。つまり A は損害賠償義務消滅しないんですよ。したがって誤りだということです。そしてこのレベルの問題が合否の分かれ目になると言える問題です。このあたりをしっかり理解しておくと合格につながりますし、逆に理解できていないと類題で失点してしまって、不合格の仲間入りになってしまいます。なのでしっかり理解をしておきましょう。で、今回は無料なので、理解の仕方まではお伝えしていないんですけども、理解の仕方までぜひですね、頭に入れておきましょう。調べて頭に入れるってことまでやっておきましょう。で、個別指導については理解の仕方までお伝えしておりますので、受講者専用の、メールマガから理解の仕方をご確認ください。で、問2ですね。宅建業者が営業保証金を取り戻すために広告をしたときは、2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申し出がなければ、その旨の証明書の交付を免許権者に請求できる、丸か×かという問題です。答えは×ですね。営業保証金を取り戻そうと、するものが、つまりこの宅建業者が、広告をしたときは、遅滞なく広告した旨を免許権者に届け出なければならないんですね。今回の問題は2週間以内となっているので、この点が誤りです。で、後半部分については正しい記述です。で、後半部分が論点になった問題って出題されていないんですけども、これ出題される可能性ありますので、合わせて覚えておきましょう。で、後半部分どういうことかっていうと、広告をして債権者がいなかったことを証明する証明書っていうのは、免許権者からもらえるんですね。そしてこの証明書を供託所に持って行って、供託所から供託金、つまり営業保証金の取り戻しができるということになります。で、問い3ですね。市街区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない、丸か×かという問題です。で、これ答えは×ですね。市街区域内の農地を耕作目的で取得する場合、原則通り農業委員会の許可が必要ですね。そして今回の問題文見ると、農業委員会に届け出れば、参上許可受ける必要はないって書いてありますよね。これが誤りですね。届け出だけでいいという特例は参上許可にはないんですね。従って、誤りなんですけども、これ意外とこの点、届け出だけでいいと勘違いしている方ですね。混乱している方多いんですね。で、これは理解できていないからなんですよ。丸暗記でやってると、大体こういったところで、整理できていなくて、失点します。また、本試験の時に頭が真っ白になる。もうこれは前提として頭真っ白になるって思って勉強した方がいいですよ。つまり何が言いたいかっていうと、理解をしておけば頭が真っ白になったとしても答え導けるんですよ。で、実際私自身もこの問題について許可か届け出かって覚えてないんですね。その場で答えを導いてるんですよ。で、これどういうことかっていうと、イメージとしては20たす25っていうのはこれ45ですよね。で、これっておそらく20たす25イコール45、これ答え覚えてるっていう人いないと思うんですよ。その場で答え導きましたよね。20たす25計算して答え45って導いてますよね。20たす25イコール45って覚えてる人ってほとんどいないと思います。
これ数字変えましょうか。30足す25。これ55ですよね。これも今計算したんですよね。これ答えを導いたってことなんですよ。丸暗記っていうのは30足す25イコール55。20足す25イコール45って答えをこう覚える。これが丸暗記なんですよ。だからこういう人っていうのは、じゃあ20足す20はって言われたら、40ってこれ丸暗記で覚えていないから解けないんですよね。でもこれ足し算のやり方を知っていたら、20足す20は40ってこれ答え導けるし、10足す10も20って答え導けますよね。これが理解学習なんですよ。こういうふうに答えを導くっていうことをやっていくことが重要なんですね。個別指導ではこんなことを教えてるんですよ。だから今回の問題についても、答えを導くやり方をすれば、許可か届け出かってこれ覚えていなかったとしても、答え導けちゃうんですよね。だから私はこれ覚えてないんですよ。許可か届け出かなんかは。でも答えられるんです。こういったものを増やすことによって点数って上がってくるんですよね。丸暗記じゃなくて理解してるから答え導ける。だから点数が40点とか45点とか普通に取れちゃうんですよ。問題が変わったとしてもそのぐらいの点数って取れちゃうんですよね。で、そういうふうな勉強の仕方をするってことがやっぱすごく必要なんですね。ただいつもお伝えしている通り、無料の動画ではそこまではお伝えしておりませんので、その点は個別指導でお伝えする流れになります。もし来年絶対合格したいというのであれば、今からであればあなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して来年の合格目指しましょう。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきます。またこの動画終わった後に真ん中にですね、個別指導がどういったものなのか、その動画見れるようにしておきますので、そちらもご確認いただければと思います。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。